ハクション。鼻水が。今年はコロナももちろんだが、インフルエンザも警戒しなきゃいけないからな。凝縮感染なんて笑えない話だぜ。コロナワクチンだけじゃなくて、インフルエンザのワクチンを接種することも、考えておいた方が良さそうだね。手洗いうがい、マスク着用を徹底して、健康に過ごさなきゃね。視聴者の方々にも気をつけてもらいたいものだな。コロナやインフルエンザに負けず、健康に学校や仕事を頑張ってほしいもんね。さて、今回は第5世代戦闘機の中では最多の採用調達が見込まれている、ロッキードマーチン社製の F-35 ライトニング2について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月、トルコの TAI トルコ航空宇宙産業が今から2年後の2023年3月に開発中である、第5世代戦闘機 TFX の試作機を公開すると発表して、一部から6機目の同世代戦闘機の誕生かと話題を集めているよ。いわゆる第5世代戦闘機はアメリカのロッキード・マーチン社が手掛ける F-22 ラプターや F-35 ライトニング2、そしてロシアのスホイ57、中国の J-20 と J-31 輸出名 FC-31 の5機種のみだったためだね。新たな第5世代戦闘機の誕生に注目が集まっているってことだね。無論トルコ航空宇宙産業はこれまでステルス性能を備えた戦闘機を製造した経験もなく、導入が予定されていた F-35 ライトニング 2A 型をロシアからの S-400 地対空ミサイルの調達で停止されてしまっているんだ。トルコは F-35 ライトニング2の国際開発プログラム参加国の1国であり、その開発費の拠出金額によって決定されるランクは最下位の3ランク目だったが、その権利として F-35 ライトニング2の部品製造の一部を担っているぜ。トルコ自体は F-35 ライトニング 2A 型を100機調達予定であったが、アメリカが撤回を求めたロシアからの S-400 地対空ミサイルの調達を強行したため凍結されるも、この技術を TFX に生かすとしたたかなようだな。自国の利益のためにしたたかになるのはいいことだと思うな。もちろん、それによって他国を直接的に脅かしちゃうのはいただけないけど、それに加え F-35 ライトニング2の開発は第1ランクでその製造に深く関わると同時に、次の第6世代戦闘機テンペスト計画を主導するイギリスの BAE システムズ社がトルコの TFX にも協力をしているみたい。おお、心強いサポーターも味方につけているんだね。そうした状況を考慮するとあながちトルコの TFX も眉唾ではないようにも思われるんだけど、2020年前後にロシアのスホイ57が約13機、中国の J20 が約50機、J31 が2機程度と思われている生産数を見ても難易度は高いね。戦闘機製造は最先端の技術が必要不可欠だろうからね。そうした状況下でトルコに F-35 ライトニング 2A 型の調達凍結を行ったアメリカの意に反して、同期では最大のパートナー企業とも言える BAE システムズ社とイギリスが協力している点も日本から見れば違和感もあるんだ。こんなご時世だし、イギリスも自国の利益を考えて動かなきゃいけないもんね。アメリカとの関係を保ちつつ、うまく立ち回ってほしいね。このあたりの武器輸出開発協力関係は、第二次世界大戦の敗戦以後、その全てをアメリカ製やそれらをベースとした兵器システムに依存している日本と比較すれば、欧米の狡猾な戦略の現実を思い知らされるな。トルコにはドイツが潜水艦のライセンス生産を承認したり、インドネシアにはつい最近ではフランスがラッソー・ラファール戦闘機を斡旋する可能性が高まっているが、こうした第三国への武器輸出を明確なビジネスにしているぜ。話がいささか脱線してしまったけど、今回話題としたいのは、第5世代戦闘機としては圧倒的な数の生産数が見込まれている F-35 ライトニング2の中では、非常にマイナーで数の少ない C 型についてだよ。C 型ってことは、A 型や B 型もあるの？うん。F-35 ライトニング2には通常の陸上滑走路で運用する空軍仕様の A 型と、短距離離陸垂直着陸が可能な仕様の B 型、カタパルト射出、アレスティングワイヤーで着艦する航空母艦仕様の C 型があるんだ。F-35 ライトニング2一つをとってもさらに細分化されるんだね。A 型が最もオーソドックスでかつ全てのタイプのベースの機体であり、採用国も多数なのは言うまでもないが、B 型はイギリスや日本などの航空母艦用に調達する中、C 型はアメリカのみとなっているぜ。これらそもそもカタパルトで艦載機を運用する航空母艦を、現在保有しているのはアメリカの11隻の大型原子力航空母艦以外には、この唯一フランスのシャルル・ド・ゴール1隻のみであることが大きな理由だな。フランスは伝統的に兵器の国産化をほぼ国是としているが、シャルル・ド・ゴールも例外ではなく、ラファール M 戦闘機や、
シペルエタンダール攻撃機を艦載機として運用している稀有な存在だね。シャルル・ド・ゴールも2001年の就役から20年を経過し、昨年には後継艦も原子力空母を建造することが決定したが、その艦載機にはドイツ等と開発を進める FCAS 計画の機体が艦載機化されると見られるんだ。こうした状況もあり F-35 ライトニング2の C 型はアメリカ以外の採用国は発生しないと考えられ、空軍の A 型約1700機、海兵隊の B 型約350機に比べ、C 型は海軍海兵隊合計で約330機弱の調達に止まる模様だね。C 型ってどんな特徴を持っているの？ C 型の最大の特徴は発着管理に機体にかかる負荷が A 型や B 型に比べて大きいことから、スタブを中心に強化されている点と、主力面積を AC 型のおよそ 1.5 倍約の 62.06 平方メートルまで拡大させている点が挙げられるぜ。このため翼の全幅も AC 型の 10.7 メートルに比して、C 型は 13.1 メートルとはるかに大型化されているが、航空母艦内への収容や飛行甲板へのエレベーターのサイズに合わせて折りたたむ構造になっているな。2021年現在アメリカ海軍の大型原子力航空母艦の主力戦闘機は、1999年から運用が開始された FA-18EF スーパーホーネットなんだけど、こちらはオーストラリア調達分も含め約600機が製造されているよ。そこからすれば F-35 ライトニング 2C 型の調達予定数330機弱では前期の代替は数の上では困難であり、今しばらくは両機の並行運用が続けられていく状態だと考えられるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう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 、